熱ルミネッセンス線量計は、検知器の内部の結晶が加熱された時に、そこから放射される可視光の量を測定することにより、放射線の被曝量を測定するための小さな器具である。熱ルミネッセンス線量計には何種類かあり、測定したい放射線の種類に応じて内部の結晶が異なる。フッカカルシウムは、ガンマ線、フッカリチウムは、 ガンマ線と中性子線の測定に使われる。この他、メタホ射ンリチウム等も用いられる。放射線が、その結晶と相互作用したとき、結晶の原子にある電子が、より高いエネルギー順位に飛び出し、結晶中の不純物のためにトラップされ、加熱されるまで、そこに止まる。結晶を加熱することによりその電子が、規定順位まで落ちてくるが、そのときに、 特定の周波数の光子を放出する。これが熱ルミネッセンス反応である。放射される光の量は被爆した放射線の量に依存するため、高度を測定することで被爆線量を知ることができる。熱ルミネッセンス線量計は加熱した後に結晶が元に戻るため何度でも再利用できる。また、フィルムバッジとは異なり、暗室のような特別な設備を必要としない。 安価で軽量、さらに衝撃にも強いという特徴もある。熱ルミネッセンス線量計は、個人の被爆線量の測定、および環境モニタリングに用いられる。一定期間ごとに回収し、TLD 読み取り装置でその期間の積算線量を読み取る。結晶には、通常不純物、ストレスによる手になど、様々な理由による公衆血管が存在する。これによって、 ポテンシャルが乱れ、部分的に、ポテンシャルの高いところ、低いところなど、デコボコができる。そこへ、自由な電子が導かれてトラップされ、蓄積される。放射線が照射されると、結晶原子中の電子が冷気して電動体へ移り、自由電子となる。ほとんどはすぐに結晶と再結合するが、そのうちいくらかトラップに捉えられるものもあり、これが、 放射線のエネルギーを電気的に蓄えることになる。被爆した結晶が熱や強い光にさらされると、トラップされた電子は十分なエネルギーを得て解放され、光子中のイオンと再結合して観測可能な特定周波数の光子を放出する。放出される光子は、トラップされた電子の量に比例し、さらに累積された被爆量に関係する。自然放射線や 宇宙船の被爆総量を測ることを応用し、土器などの土製品、岩石などの年代測定にも、熱、ルミネッセンスは用いられる。土器や堆積した土砂などに含まれる鉱物の結晶が、高温にさらされた時や、太陽の光を受けた時からの蓄積線量を測定することによって、時間の経過を測定する。河原家の年代測定では、石英や超石が利用される。 順位の深さによってトラップされた電子を蓄えておくことのできる時間が異なる。トラップには蓄えておくことのできる時間が数十万年に及ぶほど十分に深いものもあり、熱ルミネッシンス年代測定ではこれら長寿命のトラップを利用する。低温では浅く寿命の短いトラップに捉えられた電子が解放されて発光するが、高温になるほど深いトラップに捉えられた電子も、 十分にエネルギーを得て解放される。石英では摂氏330度以上で数十万年に対応し、通常摂氏330度から摂氏400度での発光強度を評価する。トラップの密度は大きく変動する未知数であり、測定中に放出される光の量と被爆した線量を関係づけるためにキャリブレーションをする必要がある。また年代を決定するには、 一年間あたりに資料が被爆した線量を推定する必要もある。年代測定にはトラップされた電子を一掃する起点となるイベントが前提となる。土器や土偶などの土製品は少なくとも摂氏500度以上に調整され電子が一掃されるため態度となる粘度に含まれる鉱物の被爆量が初期化される。よって調整時を起点として 制作年代を測定することが可能となる。岩石の測定では熱にさらされることを、土砂などの堆積物の測定では、太陽光にさらされることを仮定する。年間の被爆線量を推定する手法はいくつかあるが、代表的なものでは、資料中のウラントリウムとカリウム40の量、ベータ線ガンマ線を測定する。さらに、資料の置かれていた場所のガンマ線量を測定し、 宇宙線量とともに加味することが多い。こうして得られた年間線量で計測された資料の蓄積線量を割れば、起点から経過した時間が計算される。熱ルミネスセンス年代測定法は土器などに放射性炭素年代測定法が利用できない場合によく利用される。また、河川の砂が堆積している様子などを知るために応用する試みもある。また、 食品に付着した土に含まれる石英を利用し、食品への放射線照射ウムの検査にも利用されている。ありがとうございます。